はい、どうもっすねーす。はい、お久しぶりでございます。ということで、今日からまた動画頑張っていこうかなと思っております。まあ、いろいろあったんですけど、まあ、いろいろ終わったんで、やっていこうかなと思っております。ということでね、最強の日がやってくるぞということで、遊戯王コラボガチャが終わった後にね、来るんで、本当に遊戯王コラボガチャを引くべきなのか、そのガチャを引くべきなのかっていうのを話していこうかなと思っております。ということで、まあ、答え合わせなんですけど、こちらでございます。違う。すいません。一回動画撮ったんだけどね。なんか消えたんだよ。消えたんで、萎えて、ちょっと凹んでましたね。かなりね、喋ったんでね。なんすけど、まあ、もうキャラでわかるでしょ。はい。バレンタインガチャでございます。そう、バレンタインガチャでございますね。こいつらぶっ壊れだよガチャが、バレンタインガチャ。これ本当に強いんですよね。これ本当に強いガチャで。まあ、エプレミから始まり、まあ、ドモンで終わる形なんですけど、まあ、この間にね、まあ、バレンタイン、ホムラとかいるんですけど、あそこら辺はまあ、忘れてください。っていうことなんですけど、何が面白いかというと、全員強いんですよね。うん。全員強いのが、こちらのバレンタインガチャになっております。うん。ということで、まあ、どんなガチャなのかっていうのをもうちょい深追いしていきますね。うん。おそらく、ガチャのこれ、スケジュール見ると、まあ、遊戯王コラボガチャは6日で終わって、で、まあ、ここっすね。野球マスクのこのガチャ。2月13の、2時までなんですけど、2時以降に多分来るんじゃないかなと思っておりますね。だから、2月13の2時以降に、バレンタインコラボガチャ。うん。バレンタインガチャが普通に。うん。まあ、バレンタインって、まあ、ソシャゲはまあ、あやかっていろんなことをするじゃないですか。チョコもらえない。お前らのためにガチャ。やってやるぜ、フォーイみたいな感じでやってくると思うんですけど、まあ、パープロにとってはかなりね、バレンタインっていうのは都合のいい日でございまして、まあ、パープロもそれにあやかってキャラを毎回出しているわけですが、全員ぶっ壊れと、うん、こちら、うん、何回も言いますけど、うん、まあ、見ていきましょうよ、傾向、うん。で、傾向としては、当時の環境にはまず刺さります、うん。で、キャラのスペック自体が高いので、後の高校でも刺さるってパターンがかなり多いですね、うん。で、まず、エプロン取材見、最強です。最強キャラでしたと。うん、何よりも、こいつの特徴は、レベル35でも使えるこのテーブル。もう代表的ですね。うん、特にエプレミと、うん。当時にしては、かなりハイスペック。打撃走塁の得意練習、完璧。ボーナステーブル、完璧。で、金徳も当時は強かったということで、うん、本当に申し分のないキャラで、全力学園高校、エビル高校。で、まあ、時は過ぎ。なんと、アンドロメダ高校でも覇権を握ると、うん。とにかく体力回復が多いんでね、このキャラ。うん、なので強かったと。めちゃくちゃ強いです、うん。で、そう。で、バレンタインガチャキャラあるあるなんですけど、まあ、バレンタインにあやかってるんで、まあ、大体チョコを食わせる系が多いんで、体力回復はかなり多い。で、もしかしたらちょっと天明高校ではどうなのかなと思うんですけど、まあ、どうでしょう。うん、で、次。エプロンユーカー。はい。ぶっ壊れです。うん。もう全員ぶっ壊れなんですけど、ぶっ壊れです。当時、マントル高校ですね。マントル高校で、まあ、マントル高校末期のテンプレートを支えたキャラでしたと。変化球の得意練習、鍛錬なんですけど、まずボーナステーブルがレベル35でも使いやすいテーブルなのに、覚醒付きと。うん。当時は覚醒がめちゃくちゃ叩かれていた時期なんですけど、覚醒付きと。うん。で、特殊能力は、マインドブレーカー、当時最強でした。査定効率最強金徳、マインドブレーカー。もしくは、当時、フレア沢村がめちゃくちゃ強かったんですけど、そのフレア沢村と組み合わせて新怪物球が狙える怪物球というわけで、文句がなかったと。で、覚醒で得意練習率アップがプラスでつき、で、技術ボーナスがつくと。なんとぶっ壊れでしたと。なので、技術変化ボーナスが両方取れると。当時は2種ボーナスなんかもう、なんでやねんみたいな。めっちゃ強かったんで、うん。とにかく単体性能最強キャラと歌われましたね。あのマントル高校が終わった後も。で、ちょくちょく借り出されることもあったんで、とにかく強いキャラでしたね。うん。で、次、バリスタ野球。こいつもね、ちょっと特徴的なパターンで、戦国高校ですね。戦国高校の投手育成で使われましたと。というのも、当時の戦国高校、投手育成は同衛とかを使ってたんですけど、その同衛と組み合わせて新精密機械が取れましたと。で、その後出てくる前剣ですね。前剣が金縛りを取れたんで、その前剣と組み合わせて新金縛りも取れましたということで、まあ戦国高校にはまったんですけど、その後、なんと、花丸高校でもはまりましたということで、花丸高校では、神楽坂社長がめちゃくちゃ強かって、
そこで神楽坂社長が金縛りを取れたんで、新金縛りが取れて、もう再びテンプレートに返り咲くと。というのもこれはもうあれですね、単体性能のスペックがめちゃくちゃ高かったので、まあ少しでもハマれればテンプレートになれる素質はあったんですよね。うん、っていうのが本当にね、バレンタインコラボキャラの、特徴でございまして、単体性能が強いからこそいつでも環境に返り咲くことができると。で、次鉢植えドモン、こちら PR しか私持っておりませんので SR ガチャ券で一示しましょうと。鉢植えドモンちゃんはこちらでございますね。立ちつてドモン、はい、こちらです。当時はエジプト環境ですね。エジプト環境で一世を風靡しましたと。派遣2が必須キャラになりましたということで、当時、エジプト高校の走塁枠ではサンタコフデが使われていたんですけど、まあ若干物足りないなと。まあ今年で言えば、まああれですね、サンタモコの、サンタモコの時期に登場したキャラ、さすがにサンタモコを上回ることはないと思うんですけど、うん。で、そこで登場したのがこちらの鉢植えドモン。まあ高い性能をさることながら、こちら走塁練習改革を所持しておりましたので、テンプレートに入りましたと。うん。で、筋力も悪くないと。去年のキャラなんで、ちょっとかなりインフレ進んだな、こう見ると。うん。なんですけど、即テンプレート必須キャラでしたね。うん、本当に自分も欲しかったんですけど、引けなかった。受験前だったんで引けなかったんですけど、まあとにかく強いキャラでしたということで、そう。で、こちらも、あんまそう、鉢植えどもエアップなんであんま語れないんで、これ以上言えないですけど、本当に掃除 N が全員強いと。で、ループガチャなんですよね、ほぼ。うん、多分、鉢植えドモンの時もループガチャだったんですけど、大体ね、引きやすいんですよ。そのバレンタインガチャの特徴として、母体を確保しやすいガチャなんで、結構安上がりで SR35 を回収できて、その SR35 でも使えるテーブルってキャラもいるんで、かなり有料ガチャなんですよね。なのにキャラがぶっ壊れと。なんでここでキャラぶっ壊れガチャを出すんだというのは、多分ね、バレンタインのガチャの日っすよね。12月14日あたりなんですけど、まあちょうど遊戯王コラボが終わりまして、でまあなんていうか、まあバレンタインガチャの後は新高校が来るんですけど、そこまでに石を使わせたい運営の策略があると思うんですよね、多分。うん、というのも、まあ運営側としては、まあガチャを引かせたい。で、そのガチャを引かせるための石っていうのを、まあいわゆる無課金パワーストーンですね、無課金パワーストーンっていうのをこちらのバレンタインガチャで引かせて、でそこで石が尽きたところに新高校のデビューガチャを挟む。で、安石を売りさばくことで課金をさせるっていうね、一連の流れができているので、なので無課金パワーストーンを落としやすい程度の軽いそのガチャ内容で、ガチャテーブルで、で喉から手が出るほど欲しいようなキャラを引かせるのが運営の策略なんですよね。うん、なので今もしかしたら石が残ってるって人は、遊戯王コラボガチャスルーするのも普通にありだと思います。50個あっても引かないっていうのも選択肢にあるのかなと思います。まあつどつど安い石買っていったら、まあ問題はないと思うんですけど、やっぱ、うん、石足りなくなりますからね。うん、で、ループガチャ、そのバレンタインガチャを引かないって選択肢はあるのかって話なんですけど、おそらく絶対みんな引けっていうと思いますね。うん、っていうのもやっぱりめちゃくちゃ強いですから、うん、多分環境破壊してくるようなキャラ、もしかしたら遊戯王コラボガチャより環境を動かすんじゃねえかレベルで強いキャラが来るかもしれないんですけど、まあ予想されているのはこちらの虎杖の枠ですね。うん、虎杖めちゃくちゃ強いんですけど、虎杖の代わりになる枠っていうのが言われてる中で、まあ、それだけでも十分強いですし、うん、でこれを引かないことにより当分は天明高校を満足に楽しめないっていう感じが続くと思うんで、うん、しかもお得に多分ガチャキャラを獲得できると思うんですよ、バレンタインはね。うん、今までの傾向で見れば、なので獲得するのがかなりおすすめなのかなと思っております。うん、まあ遊戯王コラボガチャも今日明日ぐらいで終わると思うんですけど、まあどうだろう、全体的な評価としては、まあペガサスマリク両方強かったんですけど、うん、まあ環境を動かすレベルじゃないっていうのが結論なんで、うん、もうちょっと安上がりに強いキャラを獲得できるとしたら、次、うん、バレンタインガチャなのかなと思っておりますね。うん、まあ 100% そういう保証とかはないんですけど、まあ傾向で見りゃめちゃくちゃ強かったんで、普通にそれあり得ることなのかなと、うん、
で、まあ他来てるガチャはまあ論外なんで、まあいいんですけど。で、まあフリート高校の投手育成も終わるんで、本当にね、もう、これが終わるとね、マジでね、やることが天明高校しかなくなるんで、絶対に引いた方がいいっすね。うん。次3月ぐらいに新シナリオ、投手育成向けの新シナリオが来ると思うんですけど、そこまで天明オンリーの環境になると思うんで、うん。やっぱないと楽しめないと思うんですよね。うん、ないと楽しめないと思うんで、まあ、安い石買ったりだとか、貯めた石を使うなりして、まあキャラをね、まあ引いてって感じになってくるのかなと思っております。キャラ予想とかはね、まあ他の YouTuber さんがやってるでしょう、うん、個人的に来てほしいのは誰だろう、うん、誰だろう、今思いつく限りで言えば、うーん、誰だろう、誰でもいいっすね、うん、誰でもいいっす、うん、訂正するはもう誰でもいいわ、うん、解放しやすいキャラで、うん、ということで、そういう動画でしたと。うん、みんな強い。うん、みんな強い。で、配布キャラも来るんですけど、配布キャラもね、強いんがね、特徴なんですよね。まあ、去年で言えばこれですね、方眼チョコ、つかみともえ。結構強かったんで、うん。まあでも、うん。こういう周回系のイベント、かなり45にしやすいイベントが多いんで、バレンタインの時に関しては、まあ皆様欠かさず45にいたしましょうということで、そういう動画でした。ということで、次の動画でしょ。バイバイ。